シュバーネベーでは、ドイツ連邦共和国にダーザク先州、オスターホルツ軍に属す、町村である。この町は、ブレーメンの北北西に位置している。いくつかの地区は、直接、ベーザー側に面している。シュバーネベーでは、西は、ベーザー側に面しており、その対岸は、ベーザーマルシュ軍である。北は、ハーゲン、イムブレーミシェン、東は、 オスターホルツシャルムベック及びリッター風で、南はブレーメンのブルーメンタール宿、フェーゲザック区ブルクレーズム区と境を接している。自治体シュバーネベーでは、クビユーシュバーネベーデ地区のほか11の地区で構成されている。各地区は、貝の小地区からなる。町の西部は、ベーザー川沿いの牧草地として利用されている湿地、オスターシュターダーマルシュで、 その東側に広い森を持つゲイスト地形が存在する。広さ6平方キロメートル、長さ11キロメートルのベーザー川の中州、ハリーアザントは、1974年の地域再編以降、シュバーネベーデに属している。この中州はヨーロッパで最も長い中州の一つであり、砂浜を有している。ネーゲンバルクスハイデの分母新石器時代の住人の道具が、 シュバーネベーデ町内で発掘されており、青銅器時代の墳墓が町内に残されている。このネーゲンバルクスハイデの墳墓はシュバーネベーデの北に位置している。シュバーネベーデという名称は1203年に人名として初めて記録されている。さらにアシュバルデニア、ラーデの書出はこれよりも古くにまで遡る。その後ヒネベックが1236年。 ベックドルフが1260年、エッケシュテットが1273年、ブルンドルフが14世紀に初めて文献に記録された。シュバーネベーで集落は長年アムト・ブルーメンタールに属していたが、1932年にこのアムトと共にオスターホルツ軍に編入された。シューカンプとレームホルストは1929年にシュバーネベーでにが合併した。 1943年10月、ノイ・エン・キルヒエンとシュバーネ・ベーデとの間の荒れ地にファルギ共生収容所が設けられた。1958年シュバーネ・ベーデにドイツ連邦軍の中屯地が設けられた。リュッツオン兵舎にベーザー・ゲース兵舎を合わせて拾い、中屯地が成立した。エッケシュテットには弾薬倉庫と射撃場があった。これ以後、シュバーネ・ベーデには 第323総甲的弾兵大隊、第324総甲大隊、第325総甲砲兵大隊のほか、第32総甲的弾兵旅団の砲兵部隊、及び補修部隊が駐屯した。しかし、軍縮によりこの部隊は廃止された。他の部隊が移転あるいは廃止された後、シュバーネウェーデには、第12衛星連隊の一部が2006年まで駐屯していた。 2007年から、リッツオウ兵舎には、即応部隊級5業,業務集団の一部が中屯した。三つの式単位、補給支援中隊、衛生教育中隊のほか、ここには、後続部隊式範囲の司令部も中屯した。2011年11月26日に、ドイツ連邦軍再編の一環として2013年までに、シュバーネベで中屯地を閉鎖するとの発表がなされた。 2013年に採用された駐屯地コンセプト実施計画では、この駐屯地の閉鎖は2015年第3四半期に設定された。2015年9月16日、シュバーネベーデの旧リュプツオウ弊社は難民仮収容所に一時的に転用された。将来的にはこの土地は住宅地となる予定である。1974年3月1日、当時の町村アシュバルデン、 ベッケドルフ、ブルンドルフ、エッケシテット、ヒネンベック、ロイヒテンブルク、レーンホルスト、マイエンブルク、ノイエンキルヒエン、ラーデとブラーケ及びエルスフレートのベーザー、東岸地域がシュバーネベーデに合併した。シュバーネベーデの人口推移シュバーネベーデの町議会は32人に席からなる。これは人口1万5千1人から2万人の町の議員定数である。 32人の議員は5年ごとに改選される。町議会では町長も投票権を有している。シュバーネベーデの町長は2021年1月1日からクリスティーナ・ヤンツ・ヘルマンが務めている。シュバーネベーデの紋章は青地に白い白鳥が描かれている。この町の旗は青から白の地に町の紋章が描かれている。シュバーネベーデはニーダーザクセン。 ブレーメン市町村連合に属している。バラッケ・ビルヘルミーネの展示室、ベッケドルフ地区には1996年から、ベッケドルフ金属加工博物館があり、同盟の支援協会が運営している。この博物館は19世紀の金属工芸品に注力しており、1812年に設立された火事屋、ビルトハックシェ・バルトシミーデ内にある。ロフィゴ。 歴史的な工具を含めて完全に稼働可能な鍛冶屋の工房のほか、文献、デザインが金属加工製品が展示されている。この小さな博物館は休日を除く金曜日に開館しており、さらに予約で見学することもできる。2007年、2008年からノイ・エンキルヒエン共同協会 EV は2004年に廃止されたドイツ連邦軍の旧ベーザーゲース弊社とさらには 海軍倉庫、海軍病院及び、福音主義、ノイ・エンキル・ヒエン病院があった場所に、博物館施設、バラッケ・ビルヘルミーネを運営している。町が支援する展示プロジェクトは、小さな地域博物館の形でこの土地の利用の歴史を紹介するもので、さらにナチの強制労働者収容所、ファルゲ強制収容所の犠牲者、ブレーメン・レークムの有望と文化、 バーレンティーンの建設についても紹介している。特別展示には、レイベンスボルンや、レーンホルストキンコグーと、ホーエホルストの領主館にあった旧レイベンスボルン施設、ハウスフリースラントをテーマとしたものもあった。デアファインジェシクツレアプファドラガーストラッサ、ユーブーとバンカーバランタニ EV は、シュバネベーデノイエンキルヒエンで展示プロジェクト及び、博物館、バラッケ27を運営している。 シュバーネベーデの西洋ハネス教会町内の4つの教会は見応えがある。その他の見どころグートホーエンホルストの主館、ロイヒテンブルクには主館とアルブレヒツパルクとも呼ばれる付属公園を持つ旧ラントグートアルブレヒトがある。ブレーメンの商人ヘルマン・ヘーゲラーが当時広さ4万平方メートルの土地を購入し、1868年に屋敷を建設した。彼の妻が イングランドの出身であったため、イングランド北部のローザー女王モデルにしている。この辞書は1905年にカール・アルブレヒトの所有となった。彼は公園の造成に多大な貢献をした。アルブレヒト家は1971年にこの不動産を手放し、ルフット・ハンザーが約2万3000平方メートルの土地とともにこの邸宅を入手した。 グレーメン航空学校のルフトハンザの生徒たちはパイロットの教育期間中ここで過ごす。ロイヒテンブルクの主館は近年ホテルとして営業している。アルブレヒツパルクはその古木、大きな尺投げの木、絵画的な池を持ち、ロイヒテンブルクの特別な景観の一つとなっている。レーンホルストにある1928年、1929年に大工場主。 ゲオルク・カール・ラフーゼンが家族の田舎の家を及び夏の別荘として建設したグート・ホーエン・ホスルトのホーエン・ホルスト館は国家社会主義の時代にレーベンボルン施設フリースラントとして用いられ後に病院として利用された2014年までは薬物依存症の治療施設となっていたがそれ以後この屋敷は売却されたハンドボールクラブシュバーネベーでニーダーザクセン 二つのサイクルフィギュアクラブ、RS ニーダーザクセン、シュバーネベーデと RV4 ベルツノイエンキルヒエン、リズム、スポーツ体操部門を持つ SV グリューンバイベッケドルフは地域を超えて知られている。シュバーネベーデには屋内プールアンデアバルトシューレとノイエンキルヒエンの屋外プールがある。この他に3カ所のテニスコート、4カ所の射撃場がある。 ノイ・エンキルヒエンの旧ベーザーゲース弊社の広さ400平方メートルの駐車場の敷地にスケート施設が設けられた。ゴルフ場、ブレーマー・シュバイツは、その一部が、長域にかかっている。ブルンドルフ地区の自治体をまたぐ産業パーク、A27 は、アウトバーンのインターチェンジから約1.5キロメートルの距離にあり、小売店チェーン、リドルの商品中央倉庫や、 ゴミ回収者製造業者、ファウン環境技術の本社、一般車両を走行化する企業をセンチゴンの二つのヨーロッパ支社が存在する。エッケシュテットには露天掘り業者がある。この町はブレーメンとブレーマーハーフェントを結ぶアウトバーン A27 号線沿いに一致しており、ナンバー14シュバーネベーでインターチェンジを有している。ファルゲ・フェーゲザック鉄道路線図鉄道ブレーメン・ファルゲ。 ブレーメン・フェーゲザック線のクリニークム・ノルト・ベッケドルフ駅はベッケドルフ地区にある。駅の営業は2007年12月16日からであった。ここからノルト・ベストバーンの電車がブレーメン・ニーガーザック線地域 S バーン RS1 号線としてブレーメン・ファルゲ及びブレーメン・フェーゲザックにラッシュ時にはさらにブレーメン中央駅やフェルデンまで運行している。 ドイツ国防軍が長らく利用していた海軍鉄道はオストラント通りのシュバーネベーで中心部を終点としていた。町内のバス路線網はブサグを含むブレーメン、ニーダーザク交通連盟によって運営されており、地方バス会社ベーザー・エームスバス交通 GMBH は2017年7月31日にオスターイコール・シャルムベック、ハムベルゲン、シュバーネベーで その他の地域で路線認可を得た。2017年7月31日以降、同日に企業を閉鎖したブッシュマンバス会社を除き、すべての民間バス会社はベーザー・エームスバスの委託を受けて運行している。周辺町村、郡庁所在地、オスターイコールシャルムベック、およびブレーメン行きの路線がある。シュバーネベーでは、ブレーメン市電 AG および、 VBN に加盟する、その他の交通業者が運営する、バス路線で結ばれている。シュバーネベーデには、全長約140キロメートルの自転車道路網が、整備されている。シュバーネベーデ消防団は10の地区分団を有する。基礎消防団、拠点消防団、重点消防団、ロイヒテンブルク、ノイエン・キルヒエン、シュバーネベーデには、シュバーネベーデ青年消防団がある。シュバーネベーデには、 シュバーネウェイで子供消防団がある。ありがとうございます。